今回はローソンで購入しました粗挽きソーセージの推しパンを食べていきたいと思います。美味しそうですね。とりあえずですね、粗挽きソーセージがすごいのってるんですけど、まあ、切っていきますね。断面はまあちょっと小ぶりです、このソーセージ。でもこの粗挽きがすごいかかってて、どんなもんかというところで実際に食べてみたいと思います。美味しいですね、これ。まあ、ソーセージちょっと ちっちゃいかなと思ったんですけど、この粗挽きがかかってくれてるおかげで結構満足できますね。まあ、粗挽きでブーストしてますね、これ。こういうのはいいですね、やっぱり。まあ、本当はもうちょっと太い方がいいんですけど、さすがに値段も跳ね上がりますからね。こういうのアイデアですよね、やっぱり。粗挽きでうまくごまかすというと失礼ですけど、まあでも全然これでいいと思いますね。この粗挽きのマスタードマヨネーズですかね、それでうまくごまかせるって言うんですよね。いいと思いますね。粗挽きマスタードマヨネーズみたいな感じですからね、これ。ちょっと正式名称何か分かんないですけど、何ですかね。粗挽きのところがからし入りサラダクリーミードレッシングですかね。いや、まあそっか、マスタードですらないかもしれないですね、これ。マスタードかなと思ったんですけど、これがまたやっぱりごまかしてるというとあれですけどね。いいですね。値段を考えるとやっぱりいいですね、これ。肉も食べれてってところで、やっぱこのソースがいいですね。ソースがなかったらもう物足りないんですけど、ソースのあるおかげで一つのいい商品になってるってところですね。ということで、今回この新発売のローソン粗挽きソーセージをいただきました。ご視聴ありがとうございました。